雪バラと赤バラ赤いバラと白いバラが一本ずつ生えている家が森のそばにありましたその家には二人の姉妹がお母さんと一緒に住んでいましたおしとやかな姉は雪バラと呼ばれお茶目な妹は赤バラと呼ばれていましたある晩、 トントンととをたたく音がします開けると寒さでブルブル震えた大きなクマでした怖がらないでください少し中で温まらせてくださいとクマは言います二人はクマにすぐ慣れて濡れた体を拭いてあげたりじゃれたりしてクマと遊びました やさしいもてなしにまいばんくるようになりましたやがて春がくるとくまはいいましたあたたかくなるとわるいこびとがわたしのたからをとりにくるのでもうおわかれですゆきばらもあかばらもかなしくなりましたがくまをやさしくみおくりましたあるひ 森に焚き木を拾いに行くと、木のそばで、ぴょんぴょん跳ねている年取った小人がいました。小人さん、どうかしましたかこら、バカ娘早くヒゲを抜くのを手伝わんかと小人は文句を言います。木から髭がどうしても抜けないので、雪原はハサミでげを切りました。このトンバ 第事なひげを切りやがって。小人は金貨の袋を担ぐと、礼も言わず去っていきました。その後も二人は何度も小人を助けました。魚に引きずり込まれそうな時、わしに襲われる時など、しかし小人はいつも文句ばかり言います。ある日の夕方、二人は宝物を並べ、 にやついている小人を見つけました。小人は二人に気づくと、何を見ているこのバカ娘と叫びました。なおも小人が文句を言おうとしたとき、大きなうなり声とともに、あの熊が走り出てきて、小人をやっつけてしまいました。小人の魔法が解けたからでしょうか。 熊は徐々にきらびやかな洋服を着た立派な王子の姿に変わっていきました。雪原さん、赤原さん、びっくりしましたか実は、私は王様の息子です。と言うと、小人から取り返したキラキラした宝石をいっぱい二人に与えました。やがて、王子と雪原、 弟と赤バラは結婚し、お母さんも一緒に幸せに暮らしました。家から植え替えた二本のバラも、毎年、美しい花を咲かせたということです。惜しまい